はアルムのマホです。リノです、はい、はい。今日は天使場に来てて、はい、今からピクニックしようぜっていうことやから、うん、テイクアウトのお店いろいろあるので今から各自テイクアウトしてもう一回集合しようぜっていう話ですね、うん、はい、それで紹介をすると、うん、紹介するあんまり重たいのやめよう。うん、今日は一旦軽食、夜ご飯も行かなあかんから、一旦軽食、うん、デザートでもいいし、うん、なんかちょっとプチ軽食みたいなでもいいから、うん、今から買いに行ってきます。行ってきます。よーい、どん。今日の服です。今日の服、これはこの間買ったナイキのニット帽、超かわいい、めっちゃかわいい、一目惚れしました。似合ってます、かわいい。じゃあさよなら。さよなら。これにしました。クワトロフルマッチ、買ってきたので、はい、今からあれしょ、お披露目会すべてにおいて、まず、はい、え、なんか私から言っていいですか、うん、いい、え、待って、2人分買った、うん、え、2人分しか買ってない待って、そういうこと待ってやば待って、間違えた、いいねいいね、ごめん、いいよ、ほんまに自分自己中で、全然いい自分のことしか考えてない、全然問題ないほんまにありがとう、うん、全然いい、ごめんな。さっきじゃ言っていい、うん、言って、さっき、さっき言っていい、うん、いいよ、なんかほんまに最悪、え、紹介してね、もう、え、紹介して自分の分しか買ってない、アイスココア、イエーイ、やらかしてるやん、ホットドッグ、イエーイ、でもなんかシェアしようみたいな言ってたし、うん、ごめん、マホも間違えてたかもマホも間違えてたかもしれん、マジでごめん、ほんまに間違えた、いや、マホも間違えた、ごめんな。アボカド、いいや、アボカド、トマト、ウインナー、一緒に食べよう、タリーズで買ってきた、黒じゃあ私行きます、はい、私はまずドリンクから、レモネードジンジャーソーダ、ね、レモネードジンジャー、うん、はい、最高、ありがとう、はい、ちょっとほんまなんか嫌なってきた嫌なってきた、さしてくれるんや、ほんで、はい、ありがとう。あとはどーん、うわ、超でかい、めっちゃ美味しそう、なんか 3種類やってんけど、うん、クワトロホルマッチョ、ホルマッチョ、ホルマッチ、クワトロホルマッチ、うんうん、です、なんか、いや、美味しそうじゃない、食べよう、そう、一緒に乾杯、ありがとう、よし、食ったな、ほんまに、うまっ、うーん、うまっ、最高最高、ちょっと食べていい、これ、うん、食べて、いただきます、はい、絶対美味しいよね、これやばいやつ、めっちゃ美味しい、まだパンしか食べてない、マジそれ食べたいな、うん、それ食べ、あ、待って、何、雨降ってきた、やばいやん、やばいやん、雨降る前にもらったやつ食べよう、いただきます、うん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 ってなってない、うん、乗ってる、魔法魔法 M、うまっ、やばいこれ、うん、センス、うん、うまっ、うん、みんな楽しそうやな、うん、青春感じるな、いただきます、うん、美味しいよな、うん、脱毛行ってんけどな、うんうん、9回目やねん、ようやく、うん、10回契約やねんけど、うん、9回契約で、うん、で
なんか前回は8回目の時は全然痛くなかったじゃん、どこやっても、だけど昨日さ、なんかパワーどんどんパワーアップしていくね、あの回数増えるごとに、めっちゃ痛くてさ、でもそういうの結構痩せ我慢しちゃうタイプやね、わかる？でそれをさ、なんか正直に言うか言うまいかって思ったけど、最初になんか全部大丈夫ですって来てるから、急になんか痛って言うのもちゃうなと思ってさ、めちゃくちゃ痩せ我慢してずっと声は出しないけど、声は出しないけど、とか言いな思いながら、痛いけど痛みとか大丈夫ですかみたいな聞いてくれるやん、めっちゃ丁寧に、全部あ、はい大丈夫です、大丈夫、生きてますか言うけど、心の中でめっちゃ痛いねんけど一番痛いのが親指の、痛い、わかる、あの足の親指めっちゃ痛い、めっちゃ痛い、めっちゃ痛いね、今までに感じたことのない足の指ほんまに指の痛さほんまに、やばいよな、親指が一番痛いね、やっぱ、毛が太いんやろな、一回だからやめてくださいって言ったもん、マジで、みんなカメラこっち向けてる、そう夕日やえ、めっちゃ綺麗、空って撮りがちよな、昨日さ、血圧のこと血糖って呼んだよね、ツッコミもせずに、ああ血圧がなって言われた、シンプルに返された、ツッコんでほしかった、血糖って言ったら、血圧やろ、重なった、血糖って言ってほしかったのに、血圧なって、いやなんか、あ確かに血圧がなみたいなあ、だから自分で言って、あ血圧か言ってよ、その間違え方がナチュラルやったんでね、血糖血圧って似てたから、あんま気にもならなかった、言われたら血糖ってって言うけど、最後の晩餐は焼肉か白米それさ、焼肉に白米はついてない、あかん、ついてない、焼肉は肉だけ、決まった決まった決まった、いくよ、せーの、肉、おー、でも一緒におったら食べれるやん、その平和的考え、買い物をいろいろ行ってて、いっぱい買ったんですけど、なやかや買ったな、なやかや買って、だいぶ実用品のものが多い、そうインナーとかばっか、そう今からちょっとご飯食べに行くので、歩いていきます、はい、行きましょう、気持ちいいな風、今の時期の夜が一番いいな、一番いい、ちょうどいいそうですね、そう、昨日さ、何、昨日、居酒屋行っとってんけどさ、トイレ入った時に1万円札押しててん、えやば、1万円札押してるってなって、ほんで、ちゃんと店員さんに1万円押してた、はい、得積みました、得積みました、はい、いいことあります、いややん、そこでさ、もしさ、ないけど、ポケットの中入れました、いやもう、まあ、人間ですからね、人間です、だって、もう誰のか分からへんもん、そうやな、うん、人間ですから、それも運やしな、もう拾ったかもしれへんけど、それでもし、今最近いい感じやのに、毎日もしちょっとでも押したらさ、あん時1万円拾ったからやって思うの嫌やん、絶対嫌、
そう、あかんかんかん、よかった、それでやろ、それを後から思って、うん、あ、こうして正解やって、絶対そうよ、うん、そう大事やからな、一個一個ほんまゴミとかを直してたら拾わなくて、ね、大谷翔平さんがそうしてるから、ね、そうやで、やっぱ日本人全員やったほうがいい、やったほうがいい、暗い暗暗いな、めちゃくちゃ暗い、ちょっとじゃあ歩いていこう、そういうお話でした、うん、はい、でした今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。久しぶりに天王寺でいっぱい遊んで、うん、ちょっといっぱい買い物できて、うん、ね、充実、美味しいものも食べたし、うん、超楽しかった。結局あれやね、天使場の時に話そうと思ってた、うん、話ずっと思い出されへん。それ考えたらすぐウルトラマンしか出てけん。意味わからん、意味わからんやろ。ほんまになんかウルトラマンがすぐ出てくんねんけど、うん、でもそんな話してなかった。してない、してない。何やったんやろな、なんて言ってたっけな。クワトロフォルマッチ食べた店、うん、まあ、ピクニックセットみたいなのもあって、レジャーシートも貸してくれるし、うん、のめっちゃいい、超良くない？カップルとかにもおすすめやし、うん、友達同士もおすすめやし、うん、ぜひ行ってみてください。映えるやつを貸してくれるやんな、あれ多分セットみたいな。そうやと思う、そうやと思う。なんかそういうのもありました。映えたい女の子たちはぜひ行ってみてください。ところでやったっけ、いつもなんて言ってるっけ。ということで、ということでやところでやばいところでところでってところででやってみる、うん、じゃあところでで一回やってみます、うん、ところでチャンネル登録お願いします。文脈おかしいやろぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。ということで以上アルムでした。バイバーイ、おやすみ、おやすみ。ナイキ、セルフナイキ隠された。バイバーイ。